道館圏は中華人民共和国戦政省を遺南市に位置する県。道館圏は、関中平原の東部、新霊山脈の北、伊賀、落賀の南、火山の東に位置し、山西、仙西、河南の三省を結ぶ交通の要章であり、いにしえより軍事化による争奪の地となった。道館は地形謙春にして、長安の東の藩平であった。 陰代は帝国に属し通輪と称されていた。終代になると、機内地域とされいと称された。春秋時代には進むに属し通輪祭と称され、旗に対抗する戦略拠点とされた。前453年、儀に属するようになり、前332年に、根イ広試験が設置された。紀元前205年に、洋王召喚が、 艦の上昇軍関心に攻撃されて、牢上するも、当地で自害した。前202年、前艦は、船宿我門を設置し、甲が及び、伊賀の水運を監督するようになり、船宿県と称されるようになった。9年、新朝を建てた大網により一時戦旅圏と解消されたが、五艦が成立すると、船宿県に戻された。213年、船宿県は、 下院権県に編入され、その後三国儀、進むにかけて添い重ねされた。534年、北儀により、佐ダ城県を設置、さらに、正義により式に試験に編入され、北州に至った。583年、中国統一を達成した随代は式に試験を、下州の管轄とし、その2年後に、下院権県と解消した。東大になると685年に、 先手の平県と一時解消されたが、706年に、下院県と改められ、元松まで添い重ねされた。病庁が成立すると1374年に、同館種五千個賞を設置、新大になると1724年に、同館県と解消され、その後同館長と解消された。中華民国が成立すると1913年に、再び、 同関係が設置され現在に沿い重ねされている。ありがとうございます。